はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業歴10年以上の先生で集客し続けられる先生の特徴ということについてお伝えしていきたいと思います。なぜ教室業歴10年というふうにしているかっていうと、10年から20年の間っていうのが、過去にどういう時代だったかっていう時代背景と特徴があるんですね。で、その時にその先生がどういう時代を過ごしてきたかっていうことで、今になった時に2つの道に分かれている先生がいます。で、一つはうまく生き続けてるタイプの方と、失速して沈んでってる方、これはっきり傾向が出ています。なので、結構ここ数年でたくさんのその領域の機関の先生とお話をしていて、特徴が見えてきたので、それをちょっとねお伝えしようかなというふうに思って、こちらの動画を撮っております。はい、それではですね、じゃあその特徴についてお伝えしていきたいというふうに思います。10年を過ぎて、20年とか20何年とかの先生もたくさんいるんですけれども、その先生でうまく集客をし続けられている、そもそも教室自体が持ってるっていうこと自体も素晴らしいことなんですけれども、集客し続けられている先生の特徴は何なんだっていうところなんですけど、2つキーワードがあります。1つ目がチャレンジというキーワードと、2つ目が変化対応という言葉です。はい、でこちらの中身について解説をしていきたいというふうに思います。まず一つ目ですね、チャレンジっていうキーワードなんですけれども、その10年とかの先生とかの特徴っていう時代背景があるっていうふうに私お伝えしているんですけれども、その時代ってどういう時代だったかっていうと、はっきり言って集客っていう概念がなくても人が勝手に集まってきてる時代だったりしています。10年以上昔前だったりすると、例えばちょっとその時進んでいるっていうことでホームページを持っていたりとか、まだそんなにみんながやってない頃にブログをちゃんと書いているとか、そのレベルで集客ができていた。言葉を変えると集客っていう概念なしに、皆さんが勝手に教室を見つけて勝手に申し込みが入るという状態を過ごしてきている方たちが割と多いのがその年代なんですね。そうするとそもそもね、やったことがないんですよ、集客自体を。で考えるとどういう事態に起こるかっていうと、今すごく頑張んないといけない状態になってきてます。それは数の問題です。昔は教室がそこに1個しかなかったら、1個だけあれば皆さんがちゃんと見つけてくれて何にもしなくたって予約が入るんですよ。ところがじゃあこの教室が10個とか20個とか30個になってきていたとすると、選ぶ側、要は教室に行く生徒側の方に選ぶ権利が出てくるんですよね。選ぶ権利が出てくるっていうのは、比較することができるようになっちゃったっていうのがこの10年以上かけて起こってきている変化なんですよ。そうするとその10年過ぎの先生たちはどういうことになるかっていうと、比較されて残り続ける先生はまだラッキーなんですけれども、比較されて落ちる先生、要は、例えばホームページで伝えている内容が魅力的ではないとか、そもそも先生自体の露出が少ないとかっていうふうにすると、今 SNS を非常に上手に活用している先生は露出頻度が当然高いので、見つけてもらえる確率が高いですから、見つけてもらえる確率が高いということは、そのまんまそれが教室の集客に移行するっていう形になるので、単純な話なんですけど、チャレンジ、新しいことにチャレンジし続けてる先生、それは集客的にもそうだしビジネス的にもそうなんですけど、その先生は見つけてもらえる確率が高いんですよね。だすると、うまくいかない先生はどういうことかっていうと、昔に執着をするタイプなんですよ。
昔はこんなことしなくてもよかったのにとか、そういう言葉よく聞きます。例えば、ライブ集客っていうのが今見つけてもらいやすい状態になってるから、それをやってみましょうかっていうと、いや人前でそういうの話すの苦手だしとか、どういうふうにやっていいかわからない、なんだか大変とか言われてみたりとかですね、まあ、動画トレンドだから、まあ、動画とかも露出してね使っていくといいと思うんですがっていう話とかすると、動画でね、そんな頑張って、集客ってできるんですかみたいな懐疑的な感じとか、動画作るの大変ですよねとかって言われてみたりとかですね。でそういうことでやらないとか、あとじゃあ Facebook とか使ってみましょうかっていうと、 Facebook で何を伝えたらいいんですか、一日ねそんな投稿してとか何回とか投稿したりとかね、いやめんどくさいですよね、そこまでして私アピールしたくないですとかっていう方いらっしゃるんですよね。で要は昔は楽だったのにっていうのが根底にあるんですよ。だから昔みたいに私何にもしなくても集客したいですっていうのが本音です。はい、でいいんですよ、それができるんだったらそれで全然よくって、どうぞそのまま待っててくださいな感じなんですよね。でも私のところにご相談にいらしてるっていうことは、そもそもその状態が嫌だ、集客量が落ちてる、どうにかしなきゃいけない、自分では考えつかない、だから相談してるっていう本来は背景のはずなんですよ、はずなんだけど、実際に今の状況を私は知っていて、昔のようには楽ではいかないよっていうこともあって、見つけてもらうためにはこういう方法ですよと言うと嫌ですという、自分はそんなにパソコンとか得意じゃないです、そこまでして頑張んないといけないんですかというふうに言われる、ということはじゃあどうしたらいいのって言ったら、頑張んなきゃいいんですよっていうのが答えです。頑張んなければ別に今までと当然変わんないわけで、そのまんま見つけてもらえずに沈んでいけばいいわけで、その道を自分が選ぶっていうふうに思うのであれば頑張らなければいいわけで、大概にどうにかなっている残ってる先生ってチャレンジし続けてるんですよね。自分の限界を塗り替える、自分の限界を塗り替える、チャレンジをしてるからそこに残ってるわけですよ。だからチャレンジをしないという選択をした時点ですでに終わる感じです。はい、ここはっきり言いますけどね。いやでも課題生徒さんが通ってきてくれてるからそれでいいです、だったらそれでいいと思うんですよ。ただ生徒さんって年齢どんどん重ねていきますよね。で年齢上になってくると、まあ、体足腰がとか体調が悪いとか、まあ、介護でいけませんとかって言って、それで生徒さんがごっそり減ったとかいう話もよく聞きます。ということは教室自体も新陳代謝が必要で、年齢上の生徒さんをそもそも設定していた方はその下の世代とかも教える、集客するっていうことを積極的にやらないと新陳代謝がいかないので、まあ、当然衰退っていう方向に向かっていってしまいますよね。だから生き生きと明るく頑張ってる先生は、集客的なことをやっぱりちゃんと発信もしっかりしているし、新しいトレンドのツールとかもやっぱり使っています。だから何かしら人ってチャレンジをし続けることによってその状態を保ったり上に行かせるっていうことができます。で、私も当然11年やってますけれども、この動画を撮ってる時点で11年ですが、チャレンジ毎年自分の前年の自分を超える、前年の自分を超えるを常に常にチャレンジし続けてます。まあ、だから本とか4冊とか出してるわけなんですけれども、なのでチャレンジをやめるということは今の現状を変えないということなので、皆さんがさらに頑張れば当然沈むのは当然の摂理ということになりますから、まあまずチャレンジをするかしないかっていうのが一つの大きな点になりますね。でもう一つ、二つ目もちょっと似たような考え方なんですけど、変化対応っていうのがキーワードになっていて、変化対応できない人は昔をやっぱり懐かしむんですよ。その楽だった時代はもう戻ってこないのに、あの時は楽だったっていうことの感覚と感情が残ってるんですよね。そこを感じて
楽だったって思ったからといって今が楽になる保証はどこにもなくて、似たような感じで、まあ、コロナの前と後っていうことで、コロナ前はこんな風にできていたのに、コロナ後はこれしかできなくなったっていう風におっしゃる方いらっしゃるんですけど、じゃあコロナ前の時代に戻れますかという話なんですね。タイムマシンに乗っていくですか、前の時代に。無理ですよね。世界はニューワールドに変わっちゃったわけですよ。ってことはその変わったってことを受け入れて頑張っていかないといけないっていう決意ができるかできないかで、そこの段階で昔は良かったのに楽なのにっていうことを思い続ける人はそれ以上どうしようもないんですよ。だから変化対応嫌いな人、チャレンジできない人っていうのは基本的に集客し続けることはできないし、残り続けることはできない。ただ唯一圧倒的なカリスマがあって、もう世間事情とかもうそんなのも全く関係なくて、もう本当にカリスマ的な存在、スターみたいな人は関係なく集客できる人はいます。この辺も事実です。全面否定はしないですけど、一般的には普通にただただ過ごしていて、チャレンジもせず普通に動いている方っていうのは集客がだんだんできなくなってきています。まあ、一番大きかった波は対面をオンラインに変えられることができたかできないか、ここ非常に大きなポイントだったんですよね。だから例えばね、よくガラケーの話とか出ますけど、ガラパコス携帯って言われてるよね、このパカッと折ってっていうスマートフォンじゃないやつ、あれは使いやすいからって言って自分がなんとかしがみついてそれを使ってても、メーカーがもう最後の機種これで終了って言ったら電話をしないかスマホ頑張るかっていう、そういう選択になっちゃったわけですよね。ガラケーがなくなるっていう状態だから、世の中の流れに逆らっててもしょうがなくてですね、変わっていくのであればやっぱ流れに乗りながら自分も変えていく、その代において昔を懐かしんでもしょうがないっていうことなんですよ。はい、なので、10年以上過ぎてる先生はいい時代を過ごしちゃってた、ラッキーだったと思っていただきたいっていう感じですね。その時代に確かに教室業をやってたのは素晴らしいんです。ただラッキーだったってことを、要は自分の力じゃなかったってことを自覚していなくて、満席続いてた、生徒さんにいつでも人気の教室だったっていう栄光が忘れられないと、なんで私がこんなね、いちいち集客的なこう一生懸命発信しなきゃいけないんですかっていう、なんでこの私がっていう、その感情が捨てられない限りは多分集客難しいです。でそういうふうにして難しいという状態になって沈んでった教室も結構たくさん私知ってます。はい、要は自分のプライドが捨てられないということですね。はい、で捨てろって言ってるわけじゃなくて、だからちゃんといい状態を回し続けたかったら自分もそれなりに努力をしなくてはいけないという時代になっちゃったっていうことです。で、私が知ってる人格者でもあり、そういったチャレンジをし続けてる先生は愛も変わらずずっと人気教室です。だから人気教室ではない状態になっちゃってるっていうことは、その先生と逆のことをやってるっていうのが、まあ、真実であり真理なのかなというふうに思っています。はい、ということで本日のまとめをしていきたいと思います。教室業歴10年以上の先生で集客し続けられている先生の特徴は、チャレンジと変化対応ができている、この2つのキーワードをやれているということが大きなポイントになると思いますので、一つご参考にしていただければというふうに思います。それでは。